どうもどうも、まさとです。響きワールドへようこそということで、いつもの開拓地でございます。今日はこちらにですね、新たな建物ということで、酒場があればいいんじゃないかなと思います。要は醸造所になるわけなんです。要はポーション置き場ですねになるんですけれども、それを酒場というふうな形でね、ちょっと、建物を作っていきたいなと思います。ということで早速始めてまいりましょう。はい、じゃあこれです。新たなものをちょっと模索しております。新たなパターンですね。これは薄灰かな、薄灰のコンクリートパウダー、これを下にセットしまして、でいつもの桜ですよね。で行こうと思ってます。これはこのままでいけるんかな。あ、ここ上いらないかな。一応これで先に壁張って、あ、じゃあここもいらないか。でこっち側にありゃいいか。ちょっと適当に作っていきます。今までシンメトリーが多かったんかな、なんだけど、ちょっとここ、この建物は変えていきます。だからここ取っちゃって、これ向きあるからね、これでいけたいね。こういう感じだよね。ねえ、これ縦とか横とかあるから、なかなか難しいんだけどね。で、いけてる？うまくいけんのかね。ああ、だからここもちょっと変えないといけないんだ。ちょっとここだけ取ってダークオーク入れましょう。やっぱね、ここも、この、ここのブロックは、桃色というか、桜の板材をベースに建物を作るということで、やっていきますね。今回、ここ、ドアどうしよう。ちょっと濃いめかな？で、行こうと思ってます。ここだけちょっと変、まあいいんか、これで。窓の間隔は後で決めます。で一応同じようにこのまま上に上げていくって感じですかね。2階建ての方がいいんかな。1階だとまたちょっと今回は昔作ったメルヘンチックな家の屋根をベースにとんがり屋根にしようと思ってます。ここはこれでいいんか。だからこれ横長こういこうか。ここ、あ、これ偶数か、偶数だからこういう感じ。まあちょっとまた後で変えるかもしれないですけども、ここだけ偶数か。でいいかな。で、あとまたちょっとこれで上付け足していきます。どんな感じで見える？まだちょっと全体が分かりにくいね。2階の床を張っていっております。どうなんだろうね、まあ、こんなんでいいとは思うんだけどね。要は今ちょっと考えてるのは内装をどうするかと、あとですね、ここでもポーション作れるように、ポーション製造機をちょっとセットしたいなというのがあったんですけれども、地下やっぱお酒溜め込むのって地下だよね。温度管理するという意味でね、まあ、設定的なだから地下にポーション製造機設置してもいいかなと、穴掘ってね、思ってます。あ、夜か。あと2列。で、OK かな。あ、そっか、下、これ、
真っ暗だね。湧き潰ししとかないとやばいよ。真っ暗じゃん。真ん中どこだ。ちょっと適当に。こっちでいいかな。2階これどう利用するかだよね。屋根裏はどうするか、その辺がいろいろありますが、一応階段今回は1ブロック幅で2階に上がれるようにしてみました。はい、続きまして屋根の方を作っていっております。多分これでいい感じになるとは思うんだけどね。ただちょっととんがり屋根なんで結構めんどくさい作りになっております。まあ、とりあえず上はちょっと置いといて、これでちょっと作っていきますか。一旦真ん中、あ、これ変わるんだな。ちょっと出入り口の部分が前に出ているんで、その辺をちょっと調整しないといけないんですけどね。とりあえず屋根的にどうなのかを見たいんで、で持っていきますね。で上上がります。あ、違う、間違えた。で階段ね。いい感じのとんがり具合になってくれたらいいんですけどね。ああよくミスするやつ。でどうなのかな。あ、ちょっとこれ足場が邪魔だけど、うん、いいんじゃないですかね、これでね。じゃああと反対側はもうずずいっといきますか。ここをどう表現するかがめんどくさいんだよね。これも同じような感じで階段、この位置は階段の位置でいいでしょう。次がフルブロックの階段と、こっちもこうなんだよね。でこっからが登っていけないという。真ん中どこだな。あ、だからちょうどこんなんか、もうちょっとここで取った方がいいかな。幅が合わないよね。この柱と柱、1,2,3,4,5,6,7,8,9、ここは1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 倍だから、だからここで三角屋根にしちゃうとここよりでかくなっちゃうんでダメなんですよね。ちょっと足場で登っていきます。ここが真ん中でしょ。こうだから、こうのパターンでいいんか。こうでしょ。逆回にしとくか。逆回だね。あ、ダメだ。ここフルじゃないとダメなんだ。
やっぱこうか。で、この下が逆階段か。というパターンだよね。あ、夜か。階段のフルのここ階段。あ落ちちゃった。ブラックストーンで行かないといけないから、で、ここで逆階段を入れておくとという感じですよね。これをうまいこと持っていけばいいという感じか。で、いつものちょっと足りんか。どうしようかな。これはここつけて、で、横からこういきます。ギリだな。で、これのこいいかな。で、あと屋根ですね。屋根どうしよう。あまり高すぎてもあれだから。こうしときますか。もうちょっとうまくできればいいんだけどな。ハーフの方がいいか。ああ、でもな、ちょっと一回変える。上が見えちゃうというのがあれだけど、まあいいか。で、あとこっちですね。こういって横からいつものパターンですね。じゃあ、あとここも入れちゃいますか。階段になっちゃうね、これね。あ、ない方がいいんかな。ハーフか。階段にしちゃうとあれだから、このグレーの部分が目立たなくなっちゃうから、ハーフにしとこうか。あ、なんか変？なんかここやっちゃうと、下と合わさっちゃうから、あ、壊しちゃった。だから上を、上だけこれにしようか。こんな感じかな。もうちょっとなんとかできそうな気がするんだけども、難しいね、なかなかこういうのって。一応ベースとしてはこんな感じでいきたいと思います。中がちょっとね、中までできませんでした、時間の関係で。これ家外観作るのにだけ結構時間かかるから、中までちょっとできませんでしたね。はい。またここは後日、やりたいと思います。はい。ということで、外観はこれで完成かな。一応桜、植林いたしまして、外で、飲めるスペース。ということで、テーブルと椅子それぞれ、セットいたしまして。で、こちらね、ちょっと雰囲気出すために樽とか、セットしてあります。まあ、こんな感じかな。あともうちょっと思いついたものあったら、設置すると思います。で、中の方はまだ全然できてないんで、また随時ね、やっていって、あと、ポーション製造機の方も地下にちょっとセットしてみたいなというふうに思っております。まあ、とりあえずはこんなんでいいかな。それなりに雰囲気出たんじゃないかなと思います。はい。ということで、今回は醸造所を作ってみました。要は酒場ですね、という、手入れちょっと作ってみました、ここにね、一応ポーション関係は、固めたいなというふうに思っております。ここに来ればね、いろいろのポーションが手に入るという、家に、したいと思っております。で、あと内装の方はまた随時、逐一やっていく予定です。雰囲気もうちょっと出したいよね、中もね。ということで、今回はこれにて終了したいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。じゃあね。